オンラインマーケティング始めの一歩というふうに書かせていただいていて、まあ、これでもオンラインセールスも含めて一緒なので、ちょっと合わせてご説明をさせていただきたいと思います。はい、具体的にオンラインセールスとオンラインマーケティングの始め方のお話に入らせていただきたいと思うんですけど、まあ、そういった、まあ、ナイスとハブ、マストとハブの、まあ、いろんな商材を持っている会社さんがいると思うんですけど、どこから手をつけていけばいいですかね。こちらを投影させていただいたんですけれども、はい、オンラインマーケティング始めの一歩というふうに書かせていただいていて、まあ、これでもオンラインセールスも含めて一緒なので、ちょっと合わせてご説明をさせていただきたいと思います。オンラインマーケティング、オンラインセールスをやるとなった時に、多くの企業さんがやってしまいがちなことが何かというと、こちらのですね、ステップ3と書いている集客に投資するというところからやってしまうケースがあるんですね。なるほど。例えばマーケティングですと、デジタルの広告予算を増やさなきゃとか、コンテンツ急いで作らなきゃみたいな話とか、あとオンライン商談だと、とにかくウェブ商談の数を取りに行かなきゃをやることが多いんですけれど、ちょっとまあ時期尚早というかですね、これもステップ3のお話になりまして、まずやらなければいけないのは、こちらのステップ1と書かせていただいた新サービス開発および既存サービスのメッセージ変更というふうに書いてるんですけれども、まあ、先ほどちょっとお話ししたような、やっぱりこのナイストゥハブなものって今ちょっと投資が下りにくいので、マストハブなものじゃないといけないですというところもありますし、今求められているのって定期なのでコスト削減という話と、テレワークかリモートワーク化しないといけない、このニーズなんですよね、世の中に一番多いのって。でこのニーズに応える商材って今でも引き続きすごい売れてるんですよ。で弊社でもいろいろ調査させていただいて、まあ、そういうプロダクトって前月比で5倍10倍売れてたりするんですよね。テレワーク化を推進するようなものとかって、市場のニーズが変わってしまったので、市場のニーズに応えられるような新しいサービスを作れるのであれば作る必要がありますし、それに類似したサービスを既に扱っているのであれば、この時点でフィットするような形でマーケティングとかセールスのメッセージをまず整えるというのが第一ステップになります。なるほど。 PM のところですね、はい、そうですね、マーケットがもう変わったからプロダクトも変えなきゃいけないよっていう話ですね。そうですね、まさにですね、基本的にその売れないものを頑張って広告してもやっぱり売れにくいの でこれでまあ景気がいい時ってこれでも売れなくはないんですけど、こういう時ってやっぱり売れるものが売れますし、本質的には売れるものをマーケティング活動する、売れるものを営業活動するというのが正しいので、まあ、やっぱり基本に立ち返りましょうというので、使うものを変えるというのがステップ1になります。はい。でステップ2がですね、バケツの穴を塞ぐというふうに書かせていただいたんですけれども、オンラインマーケに絞って書いてるんですが、1個目はですね、集客とかに投資する前に、このステップ1で整えた製品サービスの価値をちゃんとウェブサイトとか LP で正確に表現しましょうというところですね。よくあるのが、なんか扱っているものがあって、お客さんの課題はこれで、こういう対象にしてるみたいなのがあるんですけど、それもまあウェブサイト見ただけど一切わからんみたいな、こうやってのは結構ありがちで、あとまあサイトの構成上やっぱりコンバージョン取れるようになってないとか、でこの状態で広告投資しても本当にバケツの底から水がガーッと流れて、すごいお金もったいないので、これまず整えましょうと。セールスであれば営業資料ですね、たまに営業資料も3年ぐらい変えてなくて、30ページあるけど2ページしか使ってませんみたいな、まあ機能してないというとちょっと言い方があれですけれども、まあ、強力なセールスツールにできてないという会社さんが意外に多いんですけれども、まあ、せっかくのタイミングなので、まずウェブサイトとかランディングページとか、あと営業資料とかを見直しましょうというのがこちらです。はい。であとですね、もう一つ見落としがちなのがですね、まあ、ほとんどの企業さんってやっぱ数年数十年とビジネスをやってるんで、既存のハウスリストと言われるようなものを結構お持ちなんですよね。で本来やるべきは、まあ、そこの方とのコミュニケーションを改めて見直しに行く、まあ、過去に1万件のリードを取ってるのであれば、そこへのコンテンツの配信、メールマーケティングだったりですとか、まあ、営業さんも過去に数百数千と営業されていると思いますので、一度こう商談した会社さんとか失注した会社さんとか、そこのリストを見直しに行ってコミュニケーションを取るというのが重要になります。でその後に集客をすると、まあ、バケツの穴の底が塞がってますので、
ちゃんとこう増えていくというので、まあ、この順番がいいんじゃないかなというふうに思っています。なるほど。サイルさんに相談するともうここのプロダクトのところからどうなのっていうところから一緒に見てくれるって感じなんですか？そうですね、はい、プロダクトをどう表現するかとか今どういうふうにプロダクトを打ち出していくかみたいなところから、まあ、フレームワーク持ってますのでまずそこをですね整えるっていうのが、まあ、これは弊社の場合テレワークかコロナの前からずっとそれはやってますね。うん、なるほど。やっぱりちゃんと売れるものじゃないとマーケット投資としてもやっぱ売れないんで、なるほど、素晴らしいです。いや僕らももともと海外だったんで基本テレワークの前提の状態からスタートしたので、うん、そもそもこれって誰が買ってくれてるのって、まあ、なんか少なからず誰かしら買ってくれてるので、はい、あの顧客がどういう購買決定要因で買ってくれてるのかとか何がこの触れて、購入に至ったのかっていうのをひたすらこう解像度上げてってサイトに落とし込むっていうフローをやっていたんですけど、うん、なんかそのサービス概要とかサイト自体を見直しっていうところも、まあ、やりつつすごい通ずるものがあるなっていうのを、まあ、サイルさんから学ばせていただいた部分もたくさんあるので、はいはい、本質的には一緒ですよね。一緒ですね。この1、2をうまくやれるともしくは1、2を相談できる会社さんを見つけられるといいんだと思いますね。まあ、これも本当になんか当たり前の話でもう全てテレワークとかコロナに関係なくなんですけどここ丸3ってやや手段の話になってくるんで、うんうん、なんかこう本質がしっかりしてると手法とか手段をやった時に成果が出るんですけど、うんうん、ステップ3の手段っぽいところから飛びついてしまうとやっぱりまあ、いつの時代もあんまり効果出ないっていうのはありますよね。そうですね、はい、なるほどなるほど。最後のトピックになるんですけど B2B 営業、はい、マーケティング今後の未来についてっていうところのなんかちょっと大きな話なんですけどすごい面白いスライドを先ほど見せていただいたと思うんですけど、あ、はい、未来でもなんか本当に属人性の高い営業が今後活躍できなくなっちゃうところですよね。まあそうですね、まあ、Zoom にねあのシフトしてその人がね営業できればいいと思うんですけどなんかこう飲みに行ったりとかゴルフで撮ってたみたいな人たちは結構大変だってことですね。そうですね、なんかいわゆるこう空気で売ってたというか、はいはい、雰囲気で売ってたというこの雰囲気がこの Zoom とかのデジタル会議だとやっぱないじゃないですか。もう音声情報と映像情報しかなくなるんで、まあ、そこのなんか体感値とか嗅覚的なところとか、うん、もう封じられたので、まあ、当然攻め手を変えないといけないというのはもう状況が変わってる以上は必須ですよね。うん、確かに。でちょっと未来というお話 で、はい、でこちらがですね2015年かなフォレスターっていうアメリカの調査会社がありましてそこが発表していた Death of a B2B Salesman っていう、まあ、比較的業界では有名なレポートなんですけれども、まあ、こちらに結構 B2B の営業マーケの未来ってもうすでに昔から明らかに言われてるなというふうに思っていて、まあ、それそちらをちょっと簡単にご説明をしたいなというふうに思います。はい、ちょっと上の方から言うとですね、まあ、すごいスーパーサマリーでご説明すると B2B の購買担当者というのは製品サービスを検討するときに営業マンに相談するよりも自分で調べたい自己学習したいかつオンラインで購入した方が便利だと、まあ、大半の人は思ってますというのを、まあ、これアメリカのデータですけれど、まあ、もう5年前とかから言われているわけですよね。で一方じゃあ営業いらないのかというとそんなこともなくて B2B 購買担当者の大半は価格交渉あと複雑な契約のやり取りとか高額な製品サービスあとは何か導入した時のその導入時のサポートとか運用時のサポートでは、まあ、ちゃんと話の分かる営業担当者とやり取りをしたいというふうに思ってますと。で逆にそれ以外の、まあ、価格交渉以外の領域とか低単価なものに関しては、まあ、セルフサーブで情報収集して契約まで行きたいもしくは e コマースで買いたいっていうのが、まあ、もう当時から言われてますと。でしかしながら企業側がですね未だにオフライン中心のかつ営業マンファーストな世界でも企業が構成されてしまってるんで購買担当者はデジタルファーストでやっていきたいと昔から思ってるんですけど、まあ、残念ながら企業側がそうなってないとギャップがすごくありました。で例えば日本のサービスでも、まあ、私も経営者という立場でいろいろ製品サービスを検討したりするんですけどとてもじゃないけどオンラインだけで情報収集して意思決定できるようにやっぱり情報が出てないですよね。うん、確かに。これまさにオフラインの営業マンファースト営業さんと商談すると教えてくれるんですけど逆に営業さんと商談しない限りは教えてくれないという、
ますので、まあ、ちょっと購買担当者側、あの発注企業側からするとちょっとこうミスマッチのところが昔からありましたというのが、まあ、全体感としてありますね。であとは、まあ、営業担当者いらなくなるんですかみたいな話とか、あとまあ日本にも営業はいらないみたいな本とかも出ててすごい売れてるんですけど、組織図これからどうなるかというと、まあ、これもこの B2B セールスマンの死という話の中で出てきていて、やはり相対的にはいわゆるこうフィールドセールスの人というよりはインサイドセールス、内勤営業的な方とか見込み顧客作りをやるリードジェネレーション、デマンドジェネレーションを行うマーケティング部門の比重が組織の中で上がってくると、すでにも上がってきてますよというのが、まあ、当時から言われてました。残っていくフィールドセールスの担当というのは、まあ、いわゆるこうお客さんの購買ナビゲートできるコンサルティング的なスキルを持っている人ですね。やっぱりこう御用聞きではなくてお客さんにコンサルできるような人を、まあ、残っていくんで、そういう人を採用してちゃんと育成の投資をしましょうねというような話ですね。なので企業としては、まあ、こういったハイスキルの営業人材を採用育成するというのと、まあ、当たり前のマーケティングの施策、 e コマースとかウェブサイトとか、まあ、そもそものセグメントの見直し、ポジショニングの見直し、コンテンツとかナーチャリングの領域とかデータ分析をして、適切なタイミングで適切なお客さんに当たれるようにしましょう。でこっちの投資をちゃんと増やしましょうね。なぜならもうお客さん側は自己学習したいしオンラインで購入したいって言ってるんですよっていうのがありますというのが、まあ、未来の話かなと思います。2015年からもうこんなことが言われていたということですね。そうですね、はい、うんうん、で今これがもう現実になって、購買担当者とセールス側の企業がその情報のギャップっていうところが埋めていける企業からどんどんこう売り上げを伸ばしていけるというか生き残っていけるみたいなイメージですかね。そうですね、まさにそうだと思います。なるほど。結構海外の営業担当者ってそもそもその大きな会社でも人数少ないんですよ、うん、で代理店の営業担当の方も少ないので、そもそもリードが来すぎても困る、うん、なのでちょっとしっかり出して良質なリードを獲得するっていうところに力を入れなきゃいけないっていうのは僕もいつもお伝えしていて、うん、だから本当にこれのおっしゃる通りだなっていうふうに思っていて、自己学習させてしっかりこう理解してもらった上で営業が携わらないと、やっぱ1人当たりの持ってる売上の割合が高いので、うん、こう助かろう悪かろうみたいな商品を欲してる人に対して海外営業担当は時間使っちゃうともったいないじゃないですか、うん、ここ本当にオンラインのところをしっかりこう情報発信していくっていうことを、リードのナーチャリングしていったりとか、今すぐ客そのうち客で分けてしっかりこうフォローしていくっていうのが大事だなっていうのは今本当にテレワーク時代になって感じますね。そうですよね、情報を発信しているとそれに合ったようなお客さん、狙いたいお客さんが自然と集まってくるというのもありますし、まあ、テクニカルに単価が高く販売できるようなセグメントとそうでないセグメントがやっぱりどうしても出てきてしまった時に、単価の高いセグメントのお客さんからだけ問い合わせが来るようにしたりとか、そのお客さんとだけ商談をセッティングするみたいな仕組みって全然構築可能なので、でもしかしながらなんか単価の低い人も来ちゃうんで嫌なんですよねって言って全く何も取り組まないと、もうそもそもリードが取れなくなってしまう、オフラインがもう使えないという時代なので、まあそれこそマストハブというか、やった方がいいよねではなくやらないといけないというのはほとんどの会社では起きてることなんじゃないかなと思います。なるほど。国内でも海外でもテレワークかっての進むことは揺るぎない事実だから、もういつやるかっていう話ですね。そうですね、いつやるかという話ですね。であとやった方がいいという話は2015年ぐらいからというか、この話僕の大会2010年ぐらいからずっと言われてはいてですね、コンテンツが大事とか企業主導じゃなく顧客主導の時代ですよっていう、インバウンドマーケティングの方がメガホン型のアウトバウンドマーケティングの有利ですよみたいな話ってもうずっと言われてはいて、まあ、でもやっぱり人間なかなかこういう危機の時じゃないと、まあ、それこそマストハブの時じゃないとですね、変わる機会も実はなかったりするんで、まあ、ある意味しっかりした営業マーケティング体制、本質的な営業マーケティング体制にしていくという意味ではすごく、まあ、いい機会とも言えるんじゃないかなとは思います。単純にこのメソッドだけを見直すっていうのも、プロダクトだったりとかメッセージから見直してしっかりそこのリードを獲得していくっていう体制をですね、会社で整えていくっていうところが重要ってことですね。そうですね、はい、貴重なお話いただきありがとうございました。いえ、ありがとうございました、はい、本日サイルの栗原さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。